全国で増加する空き家の対策を進めようと、真岡市はきょう、栃木県司法書士会と協定を結びました真岡市役所で行われた協定の締結式には、石坂真一市長と栃木県司法書士会の高橋浩二会長が出席し、協定書に署名を交わしました。 もうかによりますと市内には去年10月の時点で678件の空き家があり前回2014年に調査した時から267件増えています中には老朽化が進んで崩れる危険があったり所有者がわからなかったりする建物もあるということです所有者がわからない建物や土地は全国で増加し 周辺の環境を悪化させたり公共工事が進まなかったりする社会問題になっていることから今年4月から相続投資機の申請が法律で義務化されています市はこれまでに空き家対策で栃木県宅地建物取引業協会と協定を結んでいましたがより専門的に幅広く対応していくためこの協定を結んだということです 同じ協定は佐野市と小山市に次いで県内で3カ所目です栃木県司法書記会ではもうかと連携して建物の相続についての法律相談会などを開催する予定ですまずは、えー 周知が必要かと思いますので、研修会であるとか、相談会であるとか、そういったものの開催を積極的に文科省さんの方と協力をして行っていきたいと考えております栃事件司法書士会としましては、全25市長と業務提携を結びたいというふうに考えております。